神のご加護があらんことを。片付いたな。だがやはり妙だ。この静けさは普通じゃない。よし、これでおしまい。じゃないみたい。この揺れ、この地響き、読めたぞ。敵は恐ろしく巨大で怪力だ。さらに言うなら、一つ目で頭に角の生えた青い魔物だ。それってまさか。奇岩です。危ない、お下がりください。クリスト、肩借りるわよ。あんな危ないことを。ほら、魔物がこっちを見ましたよ。大丈夫よ、あんなやつ私がやっつけてやるわ。姫様、またそんな無茶を。相手はギガンテスですよ。とてつもなく大きいんですよ。ただでっかいだけじゃない。それとも
クリフトは私があれにやられちゃうほど弱いって言いたいの？そういうことではありません。姫様のお力は重々承知しております。おりますが、しかし私たちもあの魔物と戦おうって思ってるんだけど。あなたもあのでっかいのと？それじゃあ一緒に頑張りましょう。私アリーナ、よろしくね。ほら行くわよ。もたもたしてると町が全部壊されちゃうわ。姫様お待ちください。お一人で前に出られては危険です。かっこいい。あんなに強い女の子がいるなんて。よし、私も負けてらんない。ほら行くわよ。アリーナたちに協力しなくっちゃ。クリフトか、あいつもいろいろと苦労が多そうだな。ギガンテス、このアリーナと勝負よ。姫様お下がりください、危険です。あらあら、かなりのテーマさんね。お月の彼も大変そう。でも戦うお姫様って素敵じゃない。よし、私も頑張ろうっと。ギガンテス、この私と勝負よ。やれやれ、どうやらすっかり影響されたようだな。闇雲に戦ってはならんぞ。強敵に挑むにはまず弱点を見極めるのだ。
ブレイク。いいな、みなぎってきよった。行くぞ、国王快進撃。そう、サントハイムからいらしたの。はい。でも私が知る限り、そういう名前の町はこの世界に存在しないわ。では私たちは別の世界に迷い込んでしまったと。落ち着いてよクリフト。とにかく私たちが追いかけてる泥棒がこの世界にいることは確かなんだから。しかし
姫様の身にもしものことがあってはこのクリフト、いや、お父上。そんなことより、あの魔物たちはどうしてこんなことになっちゃってるの？つい最近まで私たち魔物と仲良くやっていたのよ。でもそれが急に人を襲い始めたの。私たちのいた王都もすごい騒ぎになって。なんとか危機は脱したけどな。だがこの町でも同じことが起こっていた。魔物たちの異変は広がっていると見てよさそうだ。ならばこうしてはおれん。一刻も早く他の町にも救援に向かわねば。はい。ねえクリフト、私たちもこの人たちについていくっていうのはどうかしら。姫様？うん、そうよ、それがいいわ。この人たちと一緒にいろんな町を回れば泥棒の手がかりも見つかるかもしれないもの。うん。せっかく姫様と二人きりだったのに。よいぞよいぞ。そなたらのような勇ましき者たちが仲間となれば皆心強いだろう。本当？よかった。部屋が急に震え出したようですが、これは一体。ディルク様、ご出立の準備が整いましたわ。長年そなたが研究していたものがついに完成したのじゃな。はい、ディルク様。わかりました。ん？さすがじゃ。よーし。え？ん？何をお望みかしら。よし、私の出番ね。私にお任せください。俺の出番だな。ご用はないかしら。また寄ってね。
なあ、そうね。まったく。わかったわ。ああ。焦るでないぞ。焦るでないぞ。頑張るとするかの。おお、見事じゃ。また来るがよい。よくぞ来た。ではな。Thank you.
また来てくれよな。はい。届いていますよ。お荷物もあるみたいですよ。それではまた。はあ、なあ、こんにちは。それではまた。ようこそ。さあ、神に祈りを。神のご加護があらんことを。ようこそ。さあ、神に祈りを。神のご加護があらんことを。ようこそ。さあ、神に祈りを。神のご加護があらんことを。ようこそ。さあ、神に祈りを。神のご加護が、ようこそ。さあ、神に祈りを。神のご加護があらん、ようこそ。さあ、神に祈りを。神のご加護があらんことを。